通算1999試合目の巨人阪神伝統の一戦、ジャイアンツの先発は畠。初回から素晴らしい立ち上がり、マルテをサードゴロに打ち取って三者凡退。一方タイガースの先発は青柳、前回2本のホームランを打たれた岡本ですがセカンドゴロ、無失点で立ち上がりました。2回です。センター近本からの好返球、タイガース守備で青柳を助けます。3回の裏、好調ウィーラー、これで19試合連続ヒット。ワンアウト満塁から4番岡本、レフトのこれが犠牲フライになりました。梶谷の好走塁もありました。ジャイアンツが先制。一方その直後のタイガース、3番マルテ、右中間への同点ホームラン、第8号のソロホームラン。続く4番の佐藤輝明、大学の先輩畠からフェンス直撃のツーベース。ツーアウトからセリーグ得点圏打率1位のこの梅野、その勝負強さ、勝ち越しのタイムリーを打ちました。7回、スモークの好守備、今日は両チームともに締まった守備がありました。7回の裏、セカンド糸原、吉川直樹の打球、ジャンプ1番というこのファインプレー。8回、高梨対佐藤輝明、高梨対ロハスジュニア、ピンチを切り抜けました。タイガース先発青柳から8回は岩崎、昨日に続いての登板ですが8回をゼロに抑えて、9回はこちらも昨日に続いての登板スアレス、先頭のスモークがレフト前ヒット、ノーアウト1塁。最後は代打の亀井ですがショートゴロに倒れまして、3連戦の初戦タイガースが2対1、1点差を逃げ切りました。